はいどうも、酒田ロックスの時間ですが、スピラチュアさんのライドと申します。ベストヒットライドです。今回もね、ちょっとね、自分でやって、これ自分でね、ちょっとね、好きだなって思う企画だったんで、あれなんですけど、これ自分の中では割とね、自分の中だけですよ、ヒットしたなっていう企画なんですけど、歴史上のね、戦国武将と上白石萌音ちゃんとの相性を見ようかなっていう。その中で相性のいい人が誰なのかなっていうのをちょっとやってて、思いついた時に面白いなと思ったんですけど、まあ全然面白くない人もいっぱいいると思うんですけど、僕的にはこれ面白いなと思ったんですけどね。まず相性がいい人、普通に相性がいい人っていうのはまず明智光秀です。ただ明智光秀さんって生まれのね、生まれた時の詳細があんまり定かじゃない。だからまあそのね、なんとなくいくつかだからあった中で、まあまあ相性がいいかなっていうところですね。まあ、あとこれはもう天下のね、大将軍ですよ。豊臣秀吉ですね。この方とは、萌音ちゃんは相性はいいですね。まあ、まあまあいい感じ。まあまあいい感じですね。でね、めちゃくちゃ萌音ちゃんと最高に相性がいい武将っていうのは伊達政宗ですね。伊達政宗なんですよ。ね、独眼流のね、伊達政宗ですね。は、萌音ちゃんとめちゃくちゃ相性いい。まあなんかね、分かれる感じもしなくもないですよね。なんか、モネちゃんと、マサムネって、なんか、ね、合いそうな感じじゃないですか。なんか違いますね。徳川家康とかそんなんではないですね。織田信長でもないかなと思って。やっぱ、伊達政宗あたりなのかなってちょっと思ったりしますけどね。あと、ちなみに、モネちゃんと同じ星の人は、これ武将ではないですけど、幕末のね、志士なんですけどね。なんと、坂本龍馬ですよ。坂本龍馬は、モネちゃんと同じです。まあ、確かにね、坂本龍馬ってね、行動的ですよね。どっちかというとね、考えるよりは先に行動みたいなところが、日本のあのね、文明開化というか、明治維新を急速に動かしたのは、この人の行動力以外の何者でもないんじゃないかな、っていうところが思うと、まあそこはモネちゃんと同じ星なんだな、っていうところがわかります。まあそんな感じで、今回は、上白石モネちゃんと、まあ歴史上のね、戦国武将だったりと、相性がいいのは誰かな、っていうところをちょっとお遊びなんですけど、見てみた。そんな感じでしたね。またチャンネル登録よろしくお願いします。